んにちは、レポーターの彩香です。本日はボートハウス大堀パークさんにやってきました。イエイ。6月からのランチタイムの新メニューがあるということで、早速私も食べてみたいと思います。じゃあレッツゴー。ではこちらのアンガスビーフカツセットいただきたいと思います。まずお塩につけて、これレアなんですよ。お肉がものすごく柔らかくて弾力があります。美味しいですね。こちらのごま油塩につけていただきます。私これめっちゃ好き。お肉の甘さがごま油ですごく引き立つんですよね。ものすごい美味しい。これニンニクチップが入ってるんですよ。またそれがアクセントになってすっごい美味しいです。最後にわさび醤油いただきます。なんだろう、お肉なのにさっぱりしてます。ものすごくわさびが入ることで、なんていうんだろうな、甘さがちょっとなくなる、さっぱりしたお肉になりますね。また一味違った味ですね。ビールも美味しい。6月1日からの新メニュー、カナダ産のオマールエビフェア。こちらですね、ランチでもディナーでも楽しめるということで、早速いただいてみたいと思います。私オマールエビ食べるの初めてなんですよ。人生で初オマールエビいただきます。身がプリップリ、本当初めてです。こんな中にキュッて詰まってて、身が濃いですね。めちゃくちゃ密度が濃いです。そして6月1日から夏の新メニューで、お食事付き飲み放題プランということで、夏のビアテラスプラン、こちらですね、9月の30日までやってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ビアテラスということで、ビール私もいただきます。乾杯。うまっ皆さんいかがでしたか。そう、私もお昼のこの時間帯で来るのは初めてだったんですけども、料理もとっても美味しくて、景色もめちゃくちゃいいんですよ。全部ガラス張りなので、また来たいなと思うんですけども、夜の時間帯はですね、夕方の5時から、もう6月1日からの新しい夏の新メニューで、ビアテラスという飲み放題付きのお食事プランもあります。よかったら私も連れてってください。お願いします。では以上、彩香でした。ありがとうございました。